凝ったお店っていうのかな。いや、僕こういう店好きですよ。なんだろう、随所にアナログの良さが出てる、ね、だから本当こだわってやってんだろうなっていう印象を受けますよ。で、まあ5人いれば5人従えということなんでね。ちょっとだけ触ったことあるんですけどね、まあ、ゲームス会場欲しいの ART 来たで、ゲームス会場だと当然ね、特典会場っていうのがあるんで、これ偉いやつ、でこれが一応その前兆的なステージっていうのかな。でこっから城の中に行ったりするんだよね。で ART 入って、確かね、上乗せ特化ゾーン的なのが 2,3 種類あるんだけど、それのハードルがそんな高くないんだ確か。これも意味わかんないの。で今ピロピロピロって3つ行ってこうなるん、つくんだ。だけどだからつって別に暑いわけでもないの。怪しいぞ。おっ、チャンス目解除ってことでいいかな。と3000円、簡単だったな。俺肝心なことをそうだ忘れてた。これ十字架狙わなきゃダメなんだ。チャンス目とか言ってたけど、どっちだか分かんねえや。で ARD の連チャンはモンキーターンみたいな感じ、シナリオで管理されてるね。純増がね、3枚ぐらいあるからね、増えんのは早いのよ。おっ、これの時だ。これの時狙わなきゃダメなの。あ、これ揃うわ。ほら、これ上乗せすんだろ。ないの？あ、ないんだ。あ、こいつはそんな偉くないはず。あの十字架揃いのとこで、あ、でそうだ、思い出した、特化ゾーン的なとこ行かないと乗せないんだよ確か。これ上乗せは あ、もうついてた。そうか、味方っていうか、あのこっち側の攻撃の時点で継続が来ましたってことは。ていうかジャックシェリーとかでも 20% ぐらい、 20% 強ぐらい特化ゾーン行ってくれるんで、おいいよいいよ。これで 21% か、だからそこそこ行くんだ。チャンス。できるかしら。これはどうなんの ?AT 中十字架揃い 70% ぐらい特化ゾーン行くんだね。さっき行かなかったのはもうものすごい、あのがっかりしていいんだ。大丈夫？よし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 。
今の十字架揃いはどうなんの。あ、なんもないの。十字架揃いが240分の1ぐらいなんで、引けないときはだいぶ引けないんじゃないかというところで、でも2回引けてね、これでその特化ゾーン行けてないっていうのはちょっといただけないんじゃないかと思うぞ。これおっきいの、最大8セットだよね。最大というか最高、あ、9セットか。でシナリオの7っていうのに行くと1セット目から4セットまでが継続が約束されてると。それが一番エグくて平均連チャン数が6連弱ぐらいなんで、もうこれいきなり5セットっていうのはだいぶ優秀な方で、弱水下でも 15% かあるからね。いった、ちょっと手間取ったけど、でよくいっ、これ多分安いやつ、マイゲームのせ？転落調整してんのかな？っていうね。あ、チャンスした。お、いいんじゃないか？あ、で、これがだからチャンス目か。チャンス目で 14%。 いや、まあスイカと変わんないぐらいか。これで 20% 強。おっ、これいったろ、大丈夫でしょ、ほら。一応最低2ゲーム保証なのか。で、継続率 で、その継続率が 66% 最低でも。次から、ここは大丈夫。ここから。最高30ゲームなんだよね。いいんじゃない？ああ、まあまあこんなもんだ。銀色、まあよく続いた方ではある。この時狙わなきゃダメだね。
で通常時の十字架揃いは会場抽選とで25パーだったのか。これはステップアップなのかな。あ、そうだ。これは安いけど、この十字架揃いで当たるかもしれないよ。うん、これ行ってるな。いや、これは当たるんじゃないの？若い。大丈夫大丈夫。大丈夫大丈夫ね。これはやばいんじゃないか。特にチャンスアップパターン的なのは一個もなかったよね。あ、そこで、いきなり電池始まってんのかな。当たるんだ。ゲーム数解除77ゲーム。あ、上乗せできないとこんなもんなんだね。はい。まあまあ継続もまあまあ良好なんで、一応この設定の方がまあモード移行率だとセット数のというかシナリオの選択肢っていうのかな、優遇されてくると。あ、まあほら早いのじゃよく当たってよく連チャンする台がいいだよと。あった。あれこんな簡単。おこれはちょっとなんかあるだろう。これはいいんじゃないか。弱性かね。最近のパスのチャンスとかは当たんないけどね、熱いだけは当てになるんでね。この後に捨てたあのスイカはどうなんだ。よっよっ。あれいいとこ行ったか。今日はカメラの勉強をさせてもらいたいということでした。エリア課長が
男塾打っちゃってるんでね。社風なんでね。ひでえもんだ。あ、ひでえもんだわ。こんなによく出るもんじゃないはずよ。お、ちょっとこれ偉い、ちょっと偉いんじゃない？さっきのより。これはマイゲームワンのせいかな？10ゲーム間。リプレイ以外でってこと？うん、リプレイ以外だね。ここでだからレアヤックとかを引けばいいのか、本当は。よしよしよし。うまい。出るばっかり。お、巨水か。54%。これ70%超えてるみたいね。十字架を探せる方が安いんだ。そちらだと20%強ぐらい。特化の期待とか。これ多分大丈夫。ね。目標50ゲーム。まあいいや。まあもっぱら2、3年のはずなんですよ。もっぱらね。どうなの？もう一人のカメラマンの太田くんがどっか行っちゃうと、なんか撃ってんじゃないかと思うけど、俺完全にフォースプレイだと。まあいいや、出てから。まあいいよ。おう。もともと700枚ぐらい持ったはずだから、なんか1500、600枚あるんじゃないの？でも、トス3000だからね。お、行くわよ。ダメ？ああ、痛い痛い。目標30ゲーム。もういいよ。あれ、いいとこ行ったか。あれ、
ちょ感情ゲームで。よし。どうした？おお。いや、上出来も上出来よ。あ、偉いやつだ。いや、上出来上出来。超えろ。お、気持ち当たったか。通常 B でも 7.8%。当たった。226ゲーム。ここで。あれ。今もう24ゲームなんだけど、これ25？全員とってせいぜい30ゲームぐらいじゃないの？怪しいぞ。チャンスね。30ゲーム超えた。ってことは全長が書き換えられたってことでいいのかな？さっきのダメだったんだ。ギリギリ間に合ったか。128ゲームぴったんこ。連チャンしたっちゃしたな。もう一山というか、何しろもう一回ちょっと当てるところまで頑張ってみて、まあ、そこでちょっと考えよう。あ、じゃあこれハマり一発で殺されるっていう可能性なきにしもあらずなんでね。ね、もうこの展開はもう展開一つですから。で、まあ2000枚ぐらい出て流れ一旦止まったのであれば、この際ね、天下の宝刀というところでちょっとね、ジャグラーでもう1000枚掘って気持ちよくフィニッシュという感じで、本来全然いいんですけどね、空いてないんだよね、イダーが。ああ、半分近く飲まれたね。当たったところのもう ART が勝負よ。もういいから、バカ野郎、本当に。もういいか、バカなんじゃないかと、本当に。これもうもう本当この20ゲーム間ぐらいで強水化2回にチャンス目1回に十字架ゾロ2回いてばね。お、ここでチャンス。
これどうなんの。大丈夫だろう。てか危ねえ今の。これは大丈夫だ。よし、ちょっとやらほういった。いやー、ヤクとか引かねえかな。乗ってなかったのが。やめてくれ。バカ野郎も。なになに？バカ野郎もう本当に。お、当たるんだ。これチェリー出たら超味がねこれ。いや、これは光らせなきゃダメだろう。投資が250枚なんで130枚プラスね。